皆さん、こんにちは、安弘です。今日は令和2年6月7日日曜日お昼の15時13分ですということで、今日は何を話すって、そうですね、ラジコンの話が続きましたんでね、今回は、それでまた、超合金魂会っていう、それもね、ちょっと、あれかなと思って、今回はちょっと趣向を凝らしまして、昔の懐かしいね、こういったマッハ5懐かしいと思います。私が昭和36年生まれなんですよ。で、まあマッハ号っていうとね、私が小学生時代に、流行った漫画なんです。漫画っていうかアニメなんですよね。でその時にね、この、マッハ号を見てね、かっこいい車だなと思ってね、欲しいと思ったんですけども、なかなかね、こういう絵が手に入らなくてね、いつ買ったっていう。やっぱり、マジンガー Z と同じくなんです。今から20年ぐらい前かな。まあ、インターネットで探して、見つけたんです。で、これがね、ここにもありますけどもね、ユニファイブ、ユニファイブの、マッハ号なんですよ。で、このユニファイブのマッハ号はね、当時から言われていたんですけども、ここの色ね、ここの色が違うじゃないかと。まあ私もそう思うんですけど、まあそのあたりはね、なんつったっけな、タツノコプロの了承を得ておりますということで、まあそういうことなんですね。まあだからここをね、気になる方はご自分で、塗装されてもいいと思います。自分の、好きな色にね。そして、保険中にね、アニメの保険中に、このタイヤが回転すると、ベルトが、巻きつくよっていうギミックがあるんですけど、これにはそういったギミックはついていません。そういうところを、まずご理解ください。そしてですね、じゃあ何を紹介するっていうと、まずは、イブリングアイ。ここにね、ライトがあるんですけども、ここの、わかります？ここのね、これを押すんです。ステアリングのところ。そうすると、こういう風にして、イブリングアイがね、ずっとじゃないんですよ。数秒間。数秒間点灯します。ね。そして、ギスモ号発射。ギスモ号発射はね、ここに、ボタンがあって、ちょっと待ってね。これ、マッハ号の、火火ですね。別にこれでエンジンかけるわけじゃないですけど。まあ、こういった鍵がついてます。で、ここにね、わかる？ここに、スイッチがあるんです。で、これをね、こういうふうに引くことで、ギスモ号の発射台、こうなってます。ね。なります。そして、これが、
これがギスモ号ね。うん。はいはいはい。これを、この中にね、この中に入れていきまーす。はい、そうするとこんな感じになります。カチッとね、音がするまで入れてください。そしてこれは一旦中に入れて、これを引くとこんな感じに、ギスモ号が発射します。次に、紹介するのがサーチカメラ。サーチカメラね、これをこういう風にするのね。とこういう風になってきて、これがこういう風に動くのね。そして次に紹介するのがクリボート三ペ。はい、クリボート三ペなんですけどもね、懐かしいっしょ。これをね、これ一回中に入れますよ。ここを開けて、このクリボーを入れて、こういう風にすると、クリボーと三平が今から冒険に行くよ、みたいなね、ところを再現することができます。そしてね、次にご紹介するのが、これ何かって言うとね、ディフェンサー、マハゴがね、車の中に入って、水の中に入っていくときに、こういう風にすることによってね、水の中でも大丈夫だよっていうディフェンサー。そして、次に紹介するのがこれ。わかるかな。水中プロペラ。ね。これはここにね、こういう風につけるんです。で、もう一つ水中プロペラ。ね。で、わかるかな？あ、どうかちょっと。水中プロペラね。これを、ここにつけていきますよ。ね。で、水中プロペラがつきました。では、このね、ディフェンサーをつけてこうなるでしょ。で、今度はこれを上げるんですよ。上げて、サーチカメラを上に持っていくじゃない。そうすると、マッハ号が海の中にドボーンと入った時に、こうやってね、水中を走っているシーンを、再現できるよっていうものなんですね。そして、またこれを中に入れます。そうすると今度はオートジャッキーね。ここにね、1,2,3,4 とジャッキーがあります。これを、こここれね。これ。これをね、こういう風にすると、いきますよ。こういう風になってるじゃない？で、これを引くと、ジャッキーが、こういう風に出てきますね。で、マッハ号が例えばこう
走ってるじゃない。走っていてオートジャッキーでピョン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 って飛んでいくシーンを再現できるよっていうものなんですよね。そしてね、その時に、これ水平尾翼、ここに、水平尾翼を取り付けるところがあります。これをこういうふうにして、もう一つ水平尾翼があって、これをこういうふうにして、そうするとこんな感じになりますね。それでもってもう一回、オートジャッキーをビョンとするとビャーンとこう飛んでいくところをね、再現できるっていうもんなんですよ。そんなもんかな。あとね、チョッパー。チョッパーって何？回転のこぎりね。まずこれ外します。そうするとね、ここに、こういう風になっていて、これが、のこぎりの、スイッチをね、押すことでノコギリが、で引くとノコギリが収まる。でこうなっていて、これをこういう風にしていくとノコギリが出てきて、まあ、ハゴが、木をねズタズタズタッと切っていくところをね再現できるっていうね。本当に切れるのって切れるわけないじゃないですか。まあ、ギミックだからね、そんなもんなんですよ。